こんばんは、ミントです。今日は友達にイカホのお土産をたくさんもらったので、それを撮りたいなと思います。もらったものは、まずはラベンダークッキーっていうのをもらいました。ラベンダーが入ってる。あとはリンゴのジュース、あとはなんかちょっとしたお裾分けで温泉まんじゅう、入浴剤も一緒にもらいました。なんか可愛いあのキャンディーとストロベリーの入浴剤もらいました。はい、ジュースとクッキーとおまんじゅうをもらいました。さあ、ちょっと食べたいと思います。まずはこのラベンダークッキーからいただきます。匂いは普通のクッキー。あ、でもちょっとラベンダーの匂いがするような、こんな感じのラベンダーが生地に練り込んでありそうな感じです。いただきます。風味にラベンダーの味がします。なんか面白いです。次は温泉まんじゅう食べていただきます。温泉まんじゅう、おいしい。こしあんが入ってます。このリンゴジュースも飲んでみたいなと思うんですけど、コップかな？コップに開けた方がいいですね。ちょっとコップ取ってきます。普通のジュースだけど、なんとなくワイングラスにしました。開けてみます。あ、すごいリンゴのいい香りがします。いい匂い。おいしい。3枚目です。おいしい。
か一気に飲み干しちゃいそうですけど、せっかくだからちょっとずつ味わいたいと思います。リンゴ、友達にもらったお土産紹介でした。